い、ごきげんよう。今ランチを食べ終わりまして、なんかねフルーツが食べたくなったので、また昨日買った、山形かな、これ山形の桃を切りました。なんかね硬かったって言ったんですけども、なんかこの硬い感じがまた美味しくってね、なんかサクサクしててなんか甘さも私的にちょうどよくってよかったので、もう2つ目も食べちゃいます。こんな感じで美味しそうに剥いてみましたなんかね、ノンフィクションとかね見ながら食べてます王子はまだね帰ってこないんですけれどもね、無事にね歯の抜歯がねうまくいっていたらいいなって思っています。あの王子のケーキもね、あの美味しかったですね。あのなんかね朝食にもできそうな感じで、甘さが控えめでねヘルシーな感じでね美味しかったです。では今日はね、私のまあ美食女デザートかなね、桃にしました、あんまりこうたくさんねあの甘いものを食べすぎるとアトピーがね痒くなっちゃうので、まあどうかな、今日はこんな感じにしておこうかなとも思います。それではまた。